回はナルト作中でもだいぶヤバめな犯罪を犯しまくってきた忍び、サスケがなぜ許されたのかについて考えていきたいと思います。まず第1部のサスケはナルトにお弁当をお裾分けしたり、命がけでナルトを守ったり、ナルトの下腹をキュンとさせるなど悪人とは程遠い善人だったことがわかります。犯罪といえばナルトと共に貯水タンクをぶっ壊したくらいの可愛いものだけでした。しかしそんなサスケは第2部でとんでもない大悪党へとなり果ててしまいます。サスケが犯した悪行は木の葉から抜け出し音隠れの忍びになる。忍びの世界で抜け人になることは最大の禁じ手とされています。というのも抜け人になるというのは自国を裏切ったことになり、機密情報が他国に知れ渡ってしまう可能性があるからです。そのため本来忍びは里を抜けただけで何も悪いことをしていなくても犯罪者の扱いを受け、追い人によって始末されてしまいます。世紀の大犯罪者オロチマルに指示する。オロチマル自体が作中屈指の大悪党なため、本来オロチマルと一緒にいることすらダメなのに、そんな悪人の弟子になるなんてご法度です。ちなみにオロチマルの悪行は禁術の使用及び開発、人体実験、里抜け、犯罪組織、暁への加入、三代目火影と四代目風影をやっちまう、木の葉崩しという国家転覆未遂、これらとんでもなく卑劣な悪行をしています。S 級犯罪者集団である暁に加入、里を抜けるだけでも犯罪なのに国家レベルで警戒されている大犯罪者集団に自ら加入するなど言語道断です。雲隠れの人中力キラービーを襲撃、そもそも田里の忍びに急に襲いかかる時点で国家間のいざこざになるレベルの大犯罪です。しかも相手は雲隠れの人中力なので、そこらのモブ忍者をボコすのとは全くわけが違います。実際ブラザーである雷影は激怒し、サスケを絶対にぶちのめすと豪語していました。ちなみにその後キラービーの監視役である J 先輩と K 後輩もボコボコにしています。各国のトップが勢ぞろいする五影階段を襲撃、その際モブ侍を安咲きにしたり、雷影の左腕を燃やしたり、会場をめちゃくちゃにするなどやりたい放題暴れまくっています。中でも自称六代目火影志村団蔵を葬ったのはかなりの大罪だと思われます。そしてこの五影階段襲撃はオロチマルがした木の葉崩しとは比にならないほどの大犯罪と言えます。オロチマルは木の葉にだけ攻撃を行いましたが、サスケは五大国全てに喧嘩を売っています。つまり忍び世界全てを敵に回したということです。この時点でどうあがいても許されることないレベルの悪行を重ねまくっており、もはやどの国が処刑するかを相談するレベルの大罪人になっています。そして最後に仲間の女性忍者の体を神跡まみれにし見捨てています。これは忍者の前に人としてあってはならないことです。そんなサスケがこのような悪行をしまくったのは基本的にイタチ兄さんが関わっています。当初は力を手に入れるためがむしゃらになっていただけでしたが、イタチ兄さんの真実を知ってからは完全に兄さんの復讐だけを考えていました。実際団蔵にもお前にとってイタチの真実などさほど重要ではない、お前は憎しみを手当たり次第ぶつけたいだけだというぐうの音も出ない正論をぶつけられていました。しかし復讐は理屈ではなく感情論なのです。目の前に復讐対象がいればとっちめてしまうのも仕方ありません。それがメンタル不安定集団の内派一族ならなおさらです。ちなみにカリンをぶっ刺した時にサクラも一度ボコられかけていますが、なぜかうやむやになっており普通に許されています。これを許し結婚までしているサクラはさすがにちょろすぎると感じる読者もいると思いますが、サクラは医療忍者のため精神疾患には理解があるのです。普通は甘えとかいう根性論者とは違うのです。そんな世紀の大悪党となったサスケはなぜ許され現在普通に生活しているのでしょうか。その理由として一番最初に上がるのがサスケの功績が大きかったからだと思われます。その功績とは内派一族を滅亡させ暁に落ちた大罪人内派イタチを処刑。本当のイタチは誰よりも木の葉を愛した聖人ですが、表面上は大罪人であるためその人物を倒した功績は大きいように思われます。志村団蔵の討伐、
これは普通なら悪行かと思われますが、団蔵は木の葉を裏から操り、忍び世界を牛耳ろうとしていた黒田抜きジジイのため、倒したことで逆に人界がクリーンになったと考えられます。さらに、タザトからすると、五影階段で琴穴つかみを使った犯罪者なので、木の葉の尻拭いをした形になっています。第四次人界大戦の勝利に大きく貢献。兜の江戸転生解除に始まり、ラスボスかぐやを倒す。そして無限つくよみの解除という転生者としての仕事をやってのけています。つまり、実質世界を作った英雄と言えるのです。そして戦後は一人で汚れ仕事を全て請け負い、七代目ほかげの片腕として特別任務に従事しています。さらに、失った左腕もそのままにしておくという罪の意識の表れも相まって、全体的に許しても OK という雰囲気になっていったのではないでしょうか。また、なんといっても世界最強の男、ナルトが許すと言っているのだから、木の葉の住民はもちろん、タザトも受け入れざるを得ません。もし反発しようものなら、ナルトとサスケが暴れ出し、第五次人界大戦が始まってもおかしくありません。つまり、権力者の意向には逆らえないのです。そして現在、ボルトでは、娘であるサラダやボルトに対し、忍びの心得を解くまでに成長しています。これは、感情と支援で動きまくった、昔の自分を棚に上げているわけではなく、ただただいい忍びになってほしいというサスケの親心なのです。つまり、一時はどうしようもなかったサスケも、立派な大人になった、ということです。